お前じゃ俺を止めらんねえってばよ。ここは私に任せるってばね。止める、今よ、やってみたい。まだこんだけの力が、やっぱすげえやお前。でもこんな、こりゃ陸殿、己ナルト覚えている。おめえを悪いようにはしねえから、少しの間待っててくれ。やったわね、ナルト。うん。ん？母ちゃんは今、これで港のところへやっと行ける、うん、でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力、まずはそこからね。キュービの人中力だった、母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた、それに器ってどういうことだよ？渦潮が来れば封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも、私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんが
キュービの器に決まったってのか。そうよ。だよそれ、なんなんだよそれは。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちは九尾の器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえ九尾の人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。うん。もうナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前にコノハを襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ。父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、ミナとは時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで。その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を。人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置。ミナトも出産には立ち会ってくれることになって準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるからちゃんと連れてきてもらうようにね。あとはミナト、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。分かったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。
シナさん。あ、迎えの方ですか。はい、もう準備はよろし。はい、大丈夫です。わかりました。こちらの準備は整っています。行きましょう。いよいよね。緊張してきた。そうして私は結界に向かった。結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね、あとは私があなたを産むだけの状態になってた。正直初めてのことだったから不安はあった。封印の心配もあったし、でも湊がずっとそばにいてくれて私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからは、ちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いし、なかなか生まれないし、キュービも暴れ出すし。でも少しずつ少しずつ自分に子供ができるって嬉しい気持ちに包まれて、元気な産声と一緒にあなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊斗、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は一分で終わる。お前は、クシュ、まだキュービーの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。ナルト、さすがだ。だが起爆歌だ。ミナト、ナルト、よかった、ナルトに怪我はない。無理やり平井神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービを引き出し、この葉を潰す。なんだと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。お前は、出てこい、キュービー。